なんでこんな弾入ってくんの？いや、またちょっと六角をね、壁抜けしてくれてたよ。やばいよね。待って、画面が動かない。やばい、待って。頑張って。だから、オートタイムが入ってるか入ってないかを、今知りたいな、距離でわかるから。これも何あの、刺激と同じ234キロは。へぇ、そうなんだ。よし、敵を把握。1人見えてる。なんか港に降りたらさ、冷凍マグロとか武器にあればいいのにね。怖すぎるでしょ。持てねえだろ。武器じゃねえだって、両手持ちたら絶対投げれない。もうカジキマグロがなんか体験みたいな感じで使えたら絶対強そうでしょ。最低的2人いたんでお願いします。フライパン。これは一人しか見えてなかったけど。お、いいよ。嬉しい武器をゲットしたのか。お、草の上に一人いたんだよ。え、嘘、怖っ。いや、その近くに置いたかどうかは知らないけど、ワフルさんの近くに二人いた。二人ともね。マジで？ワフルさん、頑張って。うん。最初の犠牲者はワフルさんになる可能性がありますね。頑張ってください。あ、上に乗ってたこいつ。可愛い顔しやがって。やりました。なんか、ボットがめっちゃいるんだけど。ぼっちゃん。オッケー。なんだ、怖いなと思ったら上に天井歩いてたのにね。あ、もうアンチ早いね。決まったのか。アンチって、ね、俺スコープとかで届くサイトが一個もないんだけどさ、どっかに余ってるとこないですか？俺は持ってない。あんまりは。了解。せめてレッドドットが欲しい。なんかめっちゃゴミに落ちてんな。でもこのゲームもともと、うん。あれやない？ホログラフィックやない？ついてないよ。ハイアサイズだよ。ああ、そっか。アンチ来てるね。移動してった方がいいね。てか、これアンチ右入れたくない？うわっ。じゃあワッフルさんとりあえず乗ってや。あ、クラマ見つけたの。落ちてきてるぞ。光ってない？物資。光ってるね、ピコピコ。落ちてる瞬間。頑張って。あ、お、あった！行こう！あれ来るかな、敵。マジ、来ないでほしい。お、いるよ！音がひどい。引いた時の。リアルさを追求しすぎてる人の引いた時の。いいよ。じゃあ見てみましょう。M24。待って、撃ってる。あ、後ろ。坊ちゃんだよ、これ。坊ちゃん。坊ちゃんっぽいね。うん。スコープないんだよね、今。あ、俺あげるよ。マジ？ 4 スコ持ってる。あ、欲しい。また銃声するな。行きましょう。マジ早いな。橋渡った方がいいな、これ。あ、ほんとや。いや、ミリタリーベースや。最後。橋検問だけはやだ。ほんとに。あ、左折る敵。いや、ボットっぽくない？うん、ちょっと。あ、いい車あるね。いいね。こっちに変えよう。よし、行きましょう。よっしゃ。うん、もうアンチ入るね、オッケー。どこ行こう、入ったら。よし、いないっぽいね。小屋とかがいいかな。ミリタリーベース行くの？行こう。上いいね、上取ろうか。この間。すごいきつくない？そこの上。ここの上、行けるっけ？行けるよね。この上行こう。いやー、まあいいや。じゃあ行こうか。行こう。まだ漁られてなさそう。あ、ほんとだ。何だろう。回復あるよね。回復しとこう。今のうちに。いや、いい場所取ったんじゃない？結構。次はただ俺のあれがないわけじゃない。スコープがない。え？4スコくれたのに？うん。
でもまあ、スナイパー持ってるやつが優先かなと思って。マジっすか。じゃあ、返そうか。いや、いいよ、いいよ。使っててどうぞ。埋まったっけ？あー、次のアンチが。うん。そうなんだよ。車、ここら辺捨てたよね。あ、バギーある。バギーある、バギー。で、物資取れないかな、あれ。もう一個。取れそうじゃない？いやー、どうだろう。あ、ワッフルさんも乗った。オッケー。じゃあ行こう。あー？あれ、アンチ街だ。マジで？アンチ街だな。あれ、アンチ街なの？いやいや、普通にアンチ街。え、マジか。何倍スコープで見る距離？え、これチーター？チーターでも家の中めっちゃ貫通してるよね。ね、そこだけだって、ワフルさん、チーターさんも。そこだけ。一番近いのはそこ。やばくない？ここ。何倍の距離見てる？ね、なんで入ってくんのこれ。意味がわかんないよね、ここの部分。なんでこんな弾入ってくんの。いや、またちょっと六角をね、壁抜けしてくれてたよ。やばいよね。まだ小さなんだけど。待て、画面が動かない。やばい、待って。頑張って。だから、オートエム入ってるか入ってないかを、今知りたいな、距離でわかるから。いや、だってさ、だって。どうしたよ、シーザーさん。ほんと？あ、ナイスナイスナイス。え、チーターだよね、今のは。なんでここ全部貫通する？撃っとる場所がね、場所わかる？何倍コープ？いや、あのね、これ完全にチーターや。シリザさん、こっから撃ち寄った。ね、僕さん、何倍コープ？やばいよね、とんでもなかったよね。でもね、ほんと、やばい。ある程度の距離あるでしょ？いや、普通じゃなかった、今のは。うん、家の中にね、普通に。あのね、ある程度の距離があるんだったら、言っていい？これ見えない距離、見えない距離。で、それ全裸クローズってことは、もう完全に聞いたじゃん、だって。え、いる？あの、マジでリコイルコントロールの方が、全裸クローズの方がぶっ放せねえから、もう完全に聞いたじゃん。でも殺したんだよ。どうした？バレなかったんだよね。聞いたなんかさ、あの銃、シーザーさんの方が見しよったっけ。そうそう、俺がいたから、多分俺の方ずっと撃ってたんだよね。だけど俺が六角から出て、裏回りして殺したよ。ナイス。連携プレイってやったね。いや、びっくりした、本当に。家の中に、どこにいてもめっちゃ弾飛んでくるから。ね、どう見てもね、俺たち2階でさ、盛り寄ったったい。うん、あ、こんなやってみよ。外の家の真下から上向きながら撃ち寄ったと思う。しかもね、弾当たんないの？知らんだと。いや、当たってるよね。当たってる。場所が分からんじゃん、まず。あ、どこどこみたいな。え、それやったら、ね、当たってないでしょ、まず。いや、当たってたよ、俺ら。当たってた。回復薬使ってたじゃん。医療キット2個も使ってたよ。医療キット2個も使ってた。でも当たってたのに知らなかったってことは別にそんなに当たってないってことじゃない。当たってるけど当たってないんだね。そこら中逃げ回ってたから、まあ、2階の、普通に当たってる。当たってんの、うん、まあでもあんまりいいチートじゃなかったんじゃない。いやでもびっくりした。全弾フロートでぶっ放してるんだったらもっと当たるはずだから。めちゃくそチーターかな。チーターでもちょっと あんまり安いチーターだな。ちょっと下のランクのチーターさんだったんだね。うん、チーターさんですね。もう全弾フロートの時点でやばいけどな。いやもうチート使った時点でアウトだけどね、あいつ。見えない場所、フルオートなんだけど、そう。だから、例えば4スコとか8スコの距離で、416とかに8スコつけて全弾フルオートでぶっ放してくれるやつがいるから。え、待って、あ、生きてんだ、仲間。あと敵一人だよ。お、いいね。これ最後ね、これ最後のやつチーターだった時はもう悲惨だけど。それはそれないじゃん。比べれないよ。あと残ってるの4人で、俺たち3人いるから、ね。そうそう、あと1人。これは十分、可能性あるけど。俺3キルしかしないよ。いや、これでな、ちいちゃんだったらやばいな、ほんとに。お、中国人は行っちゃうか、先に。ちょっとついてこう。え、あ、3対1なのじゃあ。そう、3対1。もうよっぽど、はい、何あの、無敵モードのやつじゃなければ大丈夫だと思う。いや、でもさっきのチーターやばかったね。あの、貫通と全弾フルオートぶっ放し、オートエイムじゃない限りで大丈夫だよ。あの、全弾。フルオートで全弾。そう。全弾フルオートのヘッドショットで来るときあるから。性能のいいやつだと。
怖いわ、本当に。周り警戒しないと。でもね、チートがバレたくない人っていうのは、実はある。あ、そうなんだ。そう。あの、一発じゃん、あれって。あ、なるほどね。で、上手い人とかの、プロゲーマーとかだとさ、一瞬でエニマ合わせれるじゃん。まあ、確かに。その、AR さ、スローズで全然なんかさ、キルカメラで見たときにも完全にわかるから。え、え？あ、いた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 。普通に前にいる、前にいる。これ、ボットだな。動きたい。何、最後の人がボットって悲しくない？